はい、ファルコンステークスということで見ていきたいと思います。秘密結社フェーダム総帥ハッチでございます。まあ、このレースね、 NHK マイルカップに向けてというところで、まあね、もう近づいてきましたね。1400m 線ってことで、まあ、1004から1006タイプ、まあ、クラシック候補から落下山で降りてきたようなタイプではないマイルカップ候補がね、まあ、ここにはいるはずだということで、しっかりと見ておきたいと思います。まあ、2歳王者もね、ニュージーランドトロフィーの方から使っていくし、まあ、そう考えるとね、ここで出てきて上位に来て権利を取る馬っていうのは、まあ、1004から1006型の穴馬、まあ、1006から2000型で今後ローテを使っていくだろうなっていう馬 と、またね、ちょっと一線を画したレース展開によってはこっちが浮上した方が倍率が美味しいということで、こんな感じでいきたいと思います。軸は8番ペースセッティング、まあ、重賞でもね、上位常連の馬ですし、まあ、2着2着と来てますし、持ち時計が1番手、まあ、ノーザンの馬ですからね、ここ勝ってマイルカップってあたりの、まあ、ローテを取りたいところ、まあ、僕のね、出資馬のココクレーターもね、ノーザンファームさんの意向としては、本当はアネモネステークスから直行でマイルカップなんていう予定だったようでして、まあ、つまりね、このあたりの開催からマイルカップってのがベストの3歳馬のローテかなと、レース感覚かなとノーザンさんが考えているっぽいというあたりね、軸でいけると思います。まあ、そして1番のテラステラ、まあ、連勝の勢いでね、人気サイドにいますが、まあ、1002で勝ち上がって前走1004で2勝目ということでね、もう、まあ、今回もね、同じ1004で期待をしておきたいと思います。まあ、そして2番のカルロベローチェ、まあ、前走逃げ切ってね、快勝してきましたし、ショート数ノンプレッシャーで走れるレースの方が、まあ、このね、シルバーステート3区にはプラスと見て肝には入れておきましょう。で 5番バグラダス、ネット競馬を通って4番人気、まあ、G1 でも掲示板休み明けを叩いて、ここをね、マイルカップ、まあ、権利を、まあ、賞金加算できれば、まあ、そしてマイルカップへということでね、まあ、肝には入れておきたいと思います。で10番のミルトクレイも2勝してね、オープンでもその後掲示板に続けて入ってますからね、まあ、この馬は1002から使ってきて1004でどうかなというタイプですが、まあ、こういうタイプがね、一発穴を開けるのかなということで、今回はまあこんな感じでやってみたいと思います。ということでね、またこういった形でやってきますんでね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。メインチャンネルフェーガム TV の方では、スプリングステークスの穴馬、まあ、本命に しようと思っている馬ってことに近いかな、まあ、そして阪神大賞典フラワーカップと上がってますんでね、それぞれ合わせてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。